日南市立図書館からのお知らせです。元気でいてよ R2D2 という北村カオルさんの本です。北村カオルさんは、この前直木賞を受賞されて、その後の第1作目となっております。中の方は、8編の短編集になってますので読みやすいかと思います。はい、絵本なんですけれども、10匹のカエルのお月見という本です。10匹のカエルシリーズの、新しい本になってます。月見をするということでカエルたちが、ススキを取りに行くというお話になってます。はい、他にも、伊坂幸太郎のアルキングや、新保雄一のデパートへ行こうなど新しい本も入ってます。読書感想文コンクールの入賞作品の展示を学びピアの方で行います。こちらは、秋の読書週間の期間、10月27日から11月9日まで行っております。最終日の11月9日には、表彰式を本館の方で行います。それから、北郷の方では11月1日に北郷図書館祭りを開催します。合併後に新しくなる移動図書館の愛称の発表と表彰式などイベント盛りだくさんです。それから南郷図書館の方では、お話し会を行っております。10月24日、11月24日は秋をテーマにしたお話をします。どんぐりなど木の実で作ったお土産を用意しております。年齢制限はありませんので、来館されたお子様に合わせた絵本を読みますのでぜひお越しください。イベントとして、新聞エコバッグを作ろうということで、古新聞を使ったエコバッグを親子で作る講座を、9月22日学びピアで、23日本館にて行います。こちらは、ただいま募集中ですのでぜひご応募ください。不明な点や詳しいお問い合わせはお近くの図書館またはホームページをご覧ください。